でモンテリオ山形と対戦しました。ここ3試合は無失点を続けているコンサドーレ札幌、今日も堅い守りで勝利を目指します。コンサドーレは序盤から再三にわたって相手ゴールを脅かしますが、山形も必死に守ります。前半44分、相手ゴール手前で西谷が倒されてペナルティーキックのチャンス。ペナルティーキックのジャッジ、前半の終了間際です。西谷落ち着いてゴールを決め、コンサドーレが先制して前半を折り返します。ゴールの右隅、ボールを流す、寄った、中に入れる。後半も山形のしつこい攻めにディフェンスが一枚になってしぶとく守ります。外から石川、中に折り返していく、ややマイナス気味、打てるか、秋葉打っていきましたが、1点差で逃げ切ったコンサドーレ、引き分けを挟んで3連勝です。